アイテム番号 SCP-070JP。 ワンワンランドと犬ではない何か。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。 SCP-070JP は常時施錠して封鎖してください。 SCP-070JP に隣接する部屋には財団職員が複数人居住し、いかなる時間帯でも最低1人は室内に滞在してください。 SCP-070JP を解放して SCP-070JP1 に侵入する場合はレベル3以上の職員の許可を得てください。 SCP-070JP1 内部の調査を目的とする場合は3分以内に SCP-070JP を通じて退出してください。 SCP-070JP2 との接触を目的とする場合は通信機器や位置追跡装置など適切な装備をした D クラス職員を侵入させ、侵入後は SCP-070JP を施錠してください。複数人からなるチームでの侵入を行う場合はレベル4以上の職員3人の許可を得てください。説明。 SCP-070JP は県市内の集合住宅に存在する豪室の床下に入るためのメンテナンスハッチです。 SCP-070JP 内に侵入すると SCP-070JP1 と指定される廃墟に移動します。 SCP-070JP1 内部は一見すると木造ですが、屋内の家具やガラス窓も含めて内装や壁面を破壊する方法は現在発見できていません。 SCP-070JP1 におよそ5分以上滞在すると SCP-070JP2 と指定される存在が出現します。 SCP-070JP2 は複数人の男女の歌声とともに出現し SCP-070JP1 内の人間を襲撃します。 SCP-070JP2 を撮影する試みは全て失敗しており、その外見については犬じゃない、大きい犬に似ているという感想しか判明していません。D クラス職員に持たせた追跡装置から SCP-070JP1 は県市郊外に位置する犬専門大型ペットショップの跡地2000年11月日に倒産、財団所有の不動産会社が現在の所有者ですであることが判明しました。しかしペットショップ跡地に人員を配置しても SCP-070JP から SCP-070JP1 に侵入した職員を発見することができないため、 SCP-070JP1 はペットショップ跡地と同じ間取りの異空間だと考えられています。また SCP-070JP2 が出現すると SCP-070JP が開かなくなります。 SCP-070JP と SCP-070JP1 の関連性については、犬専門大型ペットショップを経営していた男性が SCP-070JP から床下に入れるであろう部屋に居住していたこと以外一切不明です。なお元所有者の男性についてはペットショップの倒産後編集済みとなっており、 SCP-070JP との関連は低いと考えられています。ほい。探査ログ 070JPBB1。 対象 SCP-070JP1。探査者 D32414。 よし、中に入った。どこだろうな、ここは。見えるものを説明しろ。だったな。まず俺が出てきたのは店みたいなところだ。カウンターの裏側の小さな扉から出てきた。ワン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 。店の中には棚と檻がいくつか並んでる。棚はだいたい割れてるし、檻も蓋が開いてるな。僕らは犬だぞ、元気だぞ、寒さになんか負けないぞ。正面にはドアがあって、右手の方に窓がある。窓に近づく。ワン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 。窓の外は結構な田舎だな。店の隣には草ぼうぼうの庭と畑があって、道路が見える。片側一車線だ。あと看板かな。店の敷地にポールが立ってる。僕らは犬だぞ、元気だぞ、お腹が減っても負けないぞ。かなり錆と汚れがついていて読みにくいが、ワンワンランドって書いてあるな。全部ひらがなだ。あとは空が晴れてるぐらいしか見えない。ワン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 。あ、先生、今気がついたが、
俺が出てきたカウンターの横の方に階段があった。どうやら2階があるらしい。僕らは犬だぞ、元気だぞ、人体切れても頑張るぞ。階段は埃が積もってるけどそこまで古くはなさそうだ。ワン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 。うん、いけるいける。上の階に上がってみる。僕らは犬だぞ、元気だぞ、水の中でも元気だぞ。もうすぐ踊り場だ。やっぱり意外と頑丈な階段だ。ワン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 。なんだ。僕らは犬だぞ、元気だぞ、両手はいらない犬だもの。何かいる。何か2階にいる。ワン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 。あまりよく見えなかったけど犬みたいだ。僕らは犬だぞ、元気だぞ、一日のあまり監視中。わかった、もう一度見てみる。じっとしてる。ワン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 。動いた。僕らは犬だぞ、元気だぞ、寂しくないぞ、みんないる。ああ、早い。あいつ犬じゃねえ、犬なんかじゃねえ。ワン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 。おい、開けてくれ。来る。早く開けてくれ。削除済み。開けろ。この時点で SCP-070-JP の前に待機していた職員が D32414 の救出を試みたが、 SCP-070-JP を開くことはできなかった。僕らは犬だぞ、元気だぞ、お腹が減っても負けないぞ。ああ、いる。開けてくれ。後ろに。開けて。ワン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 。27秒間沈黙。ワン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 。ワン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 。ワン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 。補足、以下、通信機のバッテリーが切れたと思われる4時間後まで、D32414 は、ワンワンワンというフレーズを繰り返していた。追跡装置の情報から、D32414 は、県、市郊外の犬専門大型ペットショップ跡地に移動したことが判明した。探査ログ、070JPBB に、対象、SCP-070JP1、探査者、D42671。探査前情報、SCP-070-JP1 と関係があると推測される。県、市郊外の犬専門大型ペットショップ跡地に武装した職員4名をあらかじめ配置した。中に入った。映ってる？ワンワンワン、ワンワンワン、ワン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 、ワンワンワン。はい、カウンターの内側に出てきました。中は、ペットショップだったのかな？左の壁に棚が並んでいる。僕らは犬だぞ、元気だぞ、泥棒猫はどこにいる？窓あるけど。了解、近づいてみます。ワン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 。はーい、外の景色です。かなりの田舎だな。鍵は錆びてるのか動きません。僕らは犬だぞ、元気だぞ、ワンワン、ランドは僕の家。ん？あれは看板かな？ワンワンランド。これで映ってるかな？ワンワンワン、ワンワンワン、ワン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 、ワンワンワン。ん？僕らは犬だぞ、元気だぞ、犬じゃないぞ、僕たちは。今、音がしたような。ワンワンワン、ワンワンワン、ワン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 、ワンワンワン。あ、2階あるんだ。上に上がってみる？僕らは犬だぞ、元気だぞ、ご飯はいらない犬だもの。え、1階の調査が済んでから？まあいいけど。ワン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 。じゃあ次は檻を移します。どれも全部空で蓋も開いてます。僕らは犬だぞ、元気だぞ、元気じゃなくても元気だぞ。うん、少しだけ犬の匂いが残ってる気がします。ワン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 。ここの棚はペットフードを並べてたんでしょうね。そして玄関のドアは鍵がかかってるのかな、開かない。ん？僕らは
犬だぞ。元気だぞ。僕たち一緒だ。ここにいる。で、この時点よりカメラからの映像は画面に向けて手を振る犬のアニメーションに変化した。ワンワンワン、ワンワンワン、ワンワンワワワン、ワンワンワン。何やる？で、僕らは犬だぞ。元気だぞ。どれだけ吠えても飽きないぞ。ちょっと、やめて。で、ワンワンワン、ワンワンワン、ワンワンワワワン、ワンワンワン。ドア開かない。ねえ、開けてよ。ここ開けてって。僕らは犬だぞ。元気だぞ。君は元気か？不健康。やだ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 。ワンワンワン、ワンワンワン、ワンワンワワワン、ワンワンワン。窓、窓から。ワンワンワン、ワンワンワン、ワンワンワワワン、ワンワンワン。27秒沈黙。ワンワンワン、ワンワンワン、ワンワンワワワン、ワンワンワン。ワンワンワン、ワンワンワン、ワンワンワワワン、ワンワンワン。ワンワンワン、ワンワンワン、ワンワンワワワン、ワンワンワン。以下、カメラからの映像と音声に変化はなく、バッテリーが切れたと思われる4時間後まで続いた。補足1。県、市郊外の犬専門大型ペットショップ跡地に配置していた職員は、T42671 および SCP-070JP2 の出現を確認できなかった。補足2、音声記録を調査したところ、SCP-070JP2 の出現以前から観測されていた歌声に、T32414 のものと思われる男性の声が加わっていることが判明した。